初めまして FC ソウルに加入しました小川慶次郎です、えー、皆さんと一緒に喜びを分かち合えるように頑張るので応援をよろしくお願いします僕のプレースタイルは、えー、90分通してハードワークができて講師において貢献するプレーヤーですまあ、日本人の選手がプレーしてた高萩選手がプレーしてたので知ってましたしもちろん 練習試合でも何回もしたことのある素晴らしいチームってことは知ってました、えー、そしてチャンピオンにもなったことがあるとであの韓国国内では絶対にチャンピオンにならないといけないチームだとそういうふうに思っています、まあ、僕が今までやってきたその J リーグよりはすごく激しくてインテンシティの高いイメージを持っています韓国のことが大好きで今まで旅行サッカー含めて4回ぐらい来てます、まあ、ソウル によく遊びに来てたのでトントンデモントンデンですトンデモン大好きです日本でもよくサムギョプサルやあの辛ラーメンは食べていたので食べ物はすごくまあ辛いですけど辛いのが大好きなので美味しいイメージを持ってますし僕の家族も韓国料理が大好きで家の家庭料理でも韓国料理をよく食べていますキソンヨン選手はもう常に昔から知っていて、まあ、その選手とプレーできるってことで。 あの僕のプレースタイルと基ソ陽選手の,そのパスセンスは素晴らしいと思っているので、まあ、そこがマッチしたらあの今後、FC、ソウルがどんどんん上に行けると僕は確信しています、まあ、今少しまあ試合見てもまあ惜しいっていうかあの苦戦してて最後に勝ちきれないというか、まあ、この前の試合もあの逆転っていう悔しい負け方をしたんですけど、まあ、目標としてはやっぱり常に上を目指して一つでも上の順位で。 もちろんそのタイトルっていうのを取ることがベストですけど一試合一試合全力でやってどんどん上を目指していきたいと思います一生懸命自分の持ってる力を100%出して頑張るので一緒に戦ってくださいよろしくお願いします。チョンベッキスムムダ、ダ、ケイジローダ。